はい、今回はですね、筋肉マンの第311話についてお話をしていこうかと思います。まあ、正直な話ね、今回はそんなにストーリーは進展している感じではないんですけれども、例えばまあ超人同士の掛け合いなどが良かったですね。まあ良い箸休め会だったんじゃないかなってのは思いました。でまたね、その最新話のネタバレの内容が含まれますので、まあ、ご視聴いただく際にはご注意ください。ってことで、まずは前回のあらすじですね。まあ、前回はですね、サタンに完全勝利をしたジャスティスマン、事の真相をザマンに説明してもらうべく、ジャスティスマンは筋肉マンたちをモンサンパルフェ、すなわち超人墓場へと案内するのであったということだったんですよね。はい。で次にですね、まあさっきも言ったんですけど、今回そんなにねストーリー進んでないんで、先に今回のねあらすじからねサクッと、お話ししようかなと思います。まずね、今回のあらすじなんですが、まずスグル、ミート、アタル、ブロッケンジュニア、アリステラ、そしてパイレートマン、この6人がですね、ジャスティスマンと共にモンサンパルフェへと向かったんですよね。で、そしてジャスティスマンのアンジンロッソという、まあ、呪文ですかね。呪文を唱え始めると、モンサンパルフェへつながる、ロードトゥーヘブンが開かれるのであったということで、ここで今回は終わりです。はい。ちなみに悪魔将軍がね、モンサンパルフェ向かった時も同じようなシーンがあったんですが、悪魔将軍はね、アンジロストとかは言ってなかったですね。将軍の場合は、目覚めよ、そして我を受け入れるがいい、裁きのもんよ、みたいなことをね、言ってて、特に呪文を言ってるわけではなかったんですよね。だからメンバーによって違うんですかね、開け方がね。で、あとね、まあ、これも結構ね、ブログとかに書かれててね、気づいたんですけども、そのモンサンパルフェにたどり着いた時のジャスティスマンのポーズですよね。要は、腕を組んで片足を石に乗っけてるポーズなんですけど、あれはあれですね、悪魔将軍がモンサンパルフェアルフェへたどり着いた時のポーズのオマージュと言われていますよね。で、まあ、あと気になるのはね、やっぱその今回ね、そのモンサンパルフェへ向かったっていうことでね、まあ、超人墓場なんで、一回ね超人墓場に行ったことがあるスグルがどんな反応するのかっていうのはちょっと楽しみですね。まあ、今回その常連って言っていいんですか、ウルフマンがね参加していないのは残念なんですけれども、ウルフマンいたらどうですかね、なんか懐かしみながら歩いてそうな感じはするんですよね。ああ行ったことあるみたいな感じで。アタル兄さんどうなんですかね。アタル兄さんも一回消滅はしてるんですが、存在消された感じになってるから、超人墓場には行ってないかもしれないですね。はい。で、次に今回のポイントなんですが、まずはちょっと、小ネタみたいなもんなんですが、久しぶりのね、スグルのギャグがありましたね。はい。例えばですね、まあ、聖なる、モンサンパルフェを見てね、おもらしをしたりとか、あとジャスティスマンがね、この先へと続くね、ロードトゥーヘブンはパーフェクト超人にしか開けることができないって言ってるのに、まあ、建物のところまで泳いで渡ろうとしてましたね。まあ、ミート君は一応突っ込んでくれてましたけれど、他は完全スルーだったような気がします。はい。様子から見ると、なんかスグルのね、お腹の傷っていうのはもう回復し始めてるのかなっていうのはちょっと思いました。で、次にですね、モンサンパルフェへ同行した超人の掛け合いもね、結構良かったですね。これ冒頭でも言ったんですけど、ね、その中でも自分が好きだったのが、まあ、スグルーがですね、ジャスティスマンに対して、まあ、ザマンに反旗を翻すも、同然の行為を取ってくれたと。で、ザマンに会いに行って大丈夫なのかといったことに対してですね、ジャスティスマンは私を心配してくれるのか筋肉マン、だが安心するがいいっていうふうに答えていたんですよね。まあ、この時のね、そのジャスティスマンのね、優しそうな表情もね、すごく良かったんですよ。だからここに来てね、結構ジャスティスマンも砕けた感じになってきたのかなってのはちょっと思いましたね。で、ジャスティスマンもね、さらにそのザマンと私の関係はそんなにやわなものではないとかね、あとゴールドマンと戦ってあの男の考え方も変わったはずだっていうことを言ってたんで、まあ、そういった考えを持っていたようですね。はい。
でもう一つがですねアリステラの方ですね。アリステラがですね、イコー筋肉当たるブロッケンジュニアとね敵対していた2人を名前で呼んでいたのもちょっと良かったですね。ブロッケンもねしっかりと認められてんだなっていうのはちょっと思いましたけどね。本来のそのアリステラってこんな感じのキャラだったんじゃないかなっていうのは改めて思いました。で次にこれ結構大きいかなと思ったんですが、マリキータマン生存確認ですね。はい、マリキータがね意識取り戻していたんですよね。ものすごいタフだなっての思ったんですけど、あとブログの方ではね結局サタンさんも誰も殺せてないじゃんみたいな風に突っ込まれていたんで、ちょっとそれが面白かったんですけどね。はい、であとその後もね一応アリステラと言葉を交わした後力つける描写もなかったんで、生存確定ってことでいいのかなとは思うんですけどね。マリキータマンはね中井先生のお気に入りの超人でもあるんで、ひょっとしたらねだいぶ後の方に仲間として参戦する可能性もあるかもしれないですね。いっそのことゼブラと組んでほしいかなとは思うんですけど。はい、でここからは今後の予想ですね。で一つまずね気になったのがね、試練が待ち受けているかもしれないってことですね。これはね要はね今回のストーリーの最後の方に、その筋肉マンたちを待ち受ける試練とはっていう風に書かれていたんですよね。なのでザマンにたどり着いてまでに何か試練を与えられる、試練がね与えられる展開があるかもしれませんし、ザマンがそもそも試練を与えてくる可能性もゼロではないんで、ここ何とも言えないですね。はい、あとブログの方とかだとザマンの元にたどり着くまで結構かかるかもしれないみたいなことが言われてたりしてるんで、この辺りもちょっと気になるとこではありますね。あとなんか意見の一つとしては新しい門番が登場するかもみたいなことねおっしゃられてる方がいらっしゃったんですけどね、そういう展開やったらちょっと自分笑っちゃうかもしれないですね。そう、手当てをされたシングマンとか登場したらちょっと笑っちゃいますね自分としては。あと現実的な話、ザマンがそのね真の敵に備えて自身を超える存在がその今回の同行者の中にいるのかっていうのを試す意味合いで何かしら試練を課す可能性はゼロではないかなとは思うんですけどね。例えば筋肉当たるとかね、あとはアリステラ、その辺は初めて会うことになると思うんで、そのあたりはちょっと気になるところですね。はい、あとはそのネメシスあたりがねアリステラに因縁つけてきそうな感じはしますけどね。で次にですね、悪魔超人が参加はしてないんだけどっていうことで、要は今回モンサンパルフェへ向かった超人たちの中には悪魔超人はいないんですよね。ただこれについては悪魔超人の方には悪魔将軍ゴールドマンがいるんでね、ゴールドマンの方から説明がありそうなので問題はないのかなっていうのはちょっと思いました。ただ悪魔将軍ね、筋肉マンジャンプの方だと今行方不明らしいんでどうなのかなとは思うんですけどね。あと途中で悪魔超人の誰かが駆けつける展開もなくはないんだけど、そういうキャラクターではないような気がするんですよね悪魔超人たちはね。だから悪魔将軍から何かしら聞くのかなとは思いますけどね。あとですね、ザマンから伝え聞いたっていうセリフがねジャスティスマンにあるんだけど、これはどういうことかってことですね。これはいわゆるそのオリジンであるジャスティスマンがザマンから伝え聞いたって言ってることから、その今回の騒動の発端っていうのはパーフェクトオリジンが誕生するよりもねかなりかわかんないですけど前の時代にあるんじゃないかと思われますね。そう考えれば黒幕は何度も言うように神っていう風に考えるのが自然かもしれませんし、もうずっと遥か昔から存在した神と対になる何かかもしれないしね、ここはまだ確定はできないんですけども、だいぶ前から始まっていたってことは確定みたいですね。あとそのオリジン編ではねさらっと、説明をされていただけなんですけれども、神々がねひょっとしたら超人を生み出した真の目的についても語られるかもしれないですね。はい、でね今回のね更新
次回ですね、次回のね更新予定日ですね、4月の6日なんですよ。だから今月3月の更新はもう残念ながらないんですよね。まあ、結構言われてるのは、ひょっとして今ストーリーを構成してるのかなみたいな、途中なのかなみたいなことも言われてますけど、まああとまあやっぱりね、その40周年記念とかのねイベントとかでお忙しいのかもしれないですね。ある程度話の方向は決まってると思うんで、まあ、また細かいところでどういう展開するのかっていうのはもう少し考えてらっしゃるのかもしれないですね。はい、だからね、その4月6日の回でもひょっとしたらね、まだそのザマンのとこまではたどり着けなくて、ことの真相をザマンの口から聞けるのはもう少しねかかるかもしれないですね。はい、ということで今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。